はい、どうも皆さん、こんにちは、こしあんです。まあ、ということで今日は毎月恒例のカップ戦のデッキ紹介しようと思います。まあ、ちょろっと作ってきたんで、見ていってください。はい、ということで、まあ、3つ作りましたね。まあ、今回ね、コストが下がってるのが1ずつ、ほぼ、コスト2とか下がってるコマがないんで、まあ、決められたコマの中でどう作るかっていうような感じですね。まあ、だから、リーダーとかも固定されそうな気はしますけど、まあ多そうなデッキ、まあいろいろあると思います。まあで、僕が作ったのはまあ3つ、まずはムーニアの混合ですね、祭りとオロチ入れてっていうような感じで、 A 枠はね、まあこんな感じでね、まあとりあえずマと竜入れてって感じで、まあ B 駒1枚入るんで、なんだっけ、この手駒オーラのね、アマリエ入れました。まああれですね、なんだろう、ガドライズ、神10枚以上の前回のカプセルの駒が入らないデッキは、まあどう頑張ってもコスト下がってる駒全部積み込んでも B 駒1枚入れないといけないんで、まあちょっと HP が下がるかなっていうような感じで、まあでもね、これはもうね、デッキのコンセプト的にはまあ祭り引いてね、ぶん投げればね、どうにかなるっていう感じですよね。もう祭りとオロチつなげればもう一発ですわっていうような感じで、まあネックなのは HP っていうような感じですね。はい、次、ヒュプノスですね。まあこれもはコスト上がって、下がってないコマも入れてるんで、1枚ファネル君が入れてます。まあでヒュプノスをまあ辺に置くんで、この河津を入れてね、まあ手駒オーラ1枚で毎ターンダメージ与えていって、まあバホメットとか、まあアラジンとバイセでとどめを刺すっていうような感じのデッキですね。まあこれも多いと思う。まあバホメットの枠はダーシにしたりする人もいますし、まあいろいろあると思います。で、次ですね、今月もいるかというような感じ、ムーニアの神デッキですね。で、まあ多分今回ロックが来ないんで、サマーアマリア入れて、コスト23のトゥールラを入れるというね、感じですね。今月もいます。入れられちゃいます。トゥールラ入れてもこんな感じのデッキができますからね。まあ持ってる人はね、窓巻きコラボのさやかとかも入れていいと思いますけど、まあ僕は持ってないでこんな感じかなっていうようなですね。まあ、最悪トゥールラはね、別に変えてもいいんですけど、まあ、こいついるだけでね、結構変わってくるんで、強いんすよ、こいつは。まあ、ということで、まあ、今回はこの3体でやっていこうと、3デッキでやっていこうと思います。まあね、対戦が終わったら、代用のリーダーも、まあ、ちょろっと紹介したいと思います。ということで、まあ、まずはね、この混合デッキから、まあ、順番にやっていきたいと思います。いきまーす。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ今後から使っていきましょう。 HP 引く24000って、まあオロチ引けてるんでアラズインを捨てますか。まあ今回のね、カップ戦の新しい駒、 A 駒、名前何でしたっけ、神駒、まあまあ強いですよね。両方ホーリー、選択肢の600回復、600回復の選択肢でしたっけ、まあ、そんな感じの駒ですね。逆だったかもしれないですけど、まあ、とりあえずゲットしようかなっていうような感じでやろうと思います。相手は吉野という感じなんですけどね。まあまあまあ、ゾノバじゃない、カグラか、カグラを取っていきたいんですが、どうでしょう。ファンエル君ですね。出る位置は、取っちゃっていいんじゃないかな、これ。もう、毒痛いですしね、別に。特に何もすることもないですし。取っちゃいまーす。ダフネでね。一応ダフネもね、しっかりとね、3ターン入れば2100ダメージ入るんで、A ゴマにしてはいいですね。まあ、あとは、このデッキな、なんだろう。とりあえず、ベント入れてますけどね、コンバートで。まあ一応、フォース貫けるっていうのとね、まあコンボが特殊なんで、特にコンバートに左右されずに打てるっていうのがいいと思います。
そんな感じですかね。まあ、あとはね、やっぱりね、祭り引けるか引けないかが大事なんじゃないでしょうか、このデッキは。うん。オーラがね、ムーニアとアマリアだけなんで、それだけだと 1.44 倍になるだけなんでね。しっかりとね、祭りを引いて、どれだけダメージを稼げるか。まあ、祭り引いちゃえばね、一気に加速しますからね、ダメージが。うん。これどうしよう。さやかかな。ベントか。いや、さやかでいっか。さやかここ置いて、ダブコンしての、ファヌエル君で取ってきたら、オロチで繋いで、っていうような感じで。体力も1万3000ありますからね、耐えれるでしょう。で、しっかりとね、この、なんだっけ、特殊返してって、まあ、ファヌエル君邪魔なんで、まあ、ポリュッと繋げば終わるか。いけます、オロチ。これね、しっかりとね、オロチでとどめを刺していくっていうね。まあ、今回、まあ、オロチ入ってるデッキ多いんじゃないですかね、今後使うんだったら。はーい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。おう、ヘスティア。まあ、今回、新駒で6周年の目玉の駒のヘスティアのはずなんですけどね。この駒、もうカップ戦デキン食らってますよね。運営さん、やっぱり、カップ戦で活躍すると思って速攻で規制かけたんですかね。かわいそうですよね。だって、シズマじゃ運用、あまり運用されないこのヘスティア、どこで活躍するんだって、それはカップ戦でしょ。なのに、その大事なカップ戦で使わしてもらえない。しかも出たばっかりなのに。僕はね、かわいそうだと思うんですよ、この駒。いや、一回ぐらいカップ戦で使わしてやれよと。なんでコスト25なんだよってね。まあ、なんなんですかね。引けなかった人のヘイトが溜まるからとかあるんですかね。いやいやいや、これは引いた人の特権でしょう。このカップ戦一回だけ使えるっていうのは。次のね、カップ戦でね、コスト25に上げてあげればいいじゃないですか。ねえ。まあ、今回はな、ムーニアとヒプノスですよ。うん。本命はヒプノスなんですけど、まあ、この混合も、なんか、そうですよね。混合だったら、その、早く終わらせるっていうね、感じなんですけど。まあ、混合同士の戦いだったらね、こういうのでいいんですけど、ヒプノスですよね。この混合、ヒプノスに対抗できるのかっていうのはね、ちょっとネックになってきますよね。うん、難しい。まあ、ダフネか。2、4、ローハ。まあ、10枚ありますしね。コンボは発動すると。まあ、ディルートも引けてるんで、いいんじゃないですか？どうしよう。ははそっち、ソロナリに？ラニー？そのラニー？ってね。びっくら仰天のラニーですね。まあ、ポリでいいかな？おっちゃえ。まあ相手もここに S 枠2個使ってるから A3 から行って、なんか5枚返し狙ってもいいかなとは思ったけど、まあ安牌で攻めます、安牌で。安牌が大事なんですよ、世の中は。と、その駒は何ですか ?B 駒か。まさかの B3 枚編成ですか。あー、祭り来た。気持ちよすぎる。祭りをこう。こう。で、次のターンどこ置かれてもティルートで終わるかな ?9000 ぐらいだったら。どうなんですか？とりあえず、それなんだ、ベスターか。回復じゃん。ただ50回復まさかのか、その程度なのか。もうちょっと回復すると思ったんですけど、エルケス来た。まあ、代償痛いですけどね。これ、混合で使うと。エルケスって代償でね、混合で使うとかなり食らっちゃうんでね。まあ、ただ、いい火力は出してくれるんですよね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ってことで、次はヒプノス使っていきます。まあね、ヒプノスもね、結構使いやすいと思うんですよね。作ってて思ったんですけど、この編成。まあ、ただ、バフォメットをダーシェにするかっていうのは、ちょっと考えてますね。やっぱ、神駒にしたら HP 2万7000いくんで、まあ、変えるならバホですからね。どうしましょう。まあ、バイセもアラジンも入ってるんで、フィニッシャーは2枠あるけど。ただ、バホがいればね、しっかりとフォースとかね、貫通して、4500ね、出せるんでダメージ。まあ、そこは前哨戦をやってね、考えていくっていうような感じですね。
なんだかんだでね、やっぱシェムケリー、ダーシェ、あとなんだパメラとかも入ってくるのかな、まあ、そこら辺で結構ダメカットありますからね今回。うん、でヒュプノス行きます。あともなんだかんださやかとヒュプノス、あ、ヒュプノスじゃねえや、ポリュがね、コスト下がってるんで罠もなんだかんだである。特にさやかなんてね、特殊出すね、デッキだとね、いいタイミングで置かれるとかなりダメージ食らっちゃいますからね。これどうしよう、一旦リポーズしますか。この意識もね強い、まあ、スキルはまあ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 って言われる、スキルは強い、ぶっ壊れじゃないんですけどね、まあまあコン、まあまあじゃない、どんだけまあまあって言ってるんだ。コンボがね終盤かなり強いんですよね。英語マにしてはかなり火力が出てくれる、自分の駒かける220ですからね。うん、本当に特に耐久相手とかだったらねかなりのダメージが出る。それその罠なんだ、返し罠か、返し罠って入ってましたっけ。いやただデバフされているからあれか、ポリか、それポリでしょ多分、ポリだな。うん、でベント、ベントもまあまあの火力ですよね本当今思うと、まああれかヒュプノスでルインしてるからか。でとりあえずポリを置いて、次のターン相手のねベントの特殊を返していくっていう感じなんですが、何が出てくるかな。わお、オロチいた、くそー、僕のポリが不発で終わる。ベントは返せるんですけどね、いやどうしようこれ、なんだかんだでアラジンとかつなげられたらやばい系か。うん、ダブコンはさすがに許容できない、バフ打っちゃいますか。うん、ダメージ出しましょう。で次アラジン引いて飛ばすっていうような感じですか。アラジン引ければいいんですけどね、引けなかったらどうしよう、悩ましい。6800、飛ばないよなこれまだ、どうしようこれ。いやダメージ出して稼いで、バイス打っちゃっていいかな、こうか、あー違う、あーんー、これ2枚返しか、いや違うなこれ、あーもう1個上だな、 E1 に置いてオロチ取っといた方がよかったな、そうすれば1枚返しでよかったから。で俺引いちゃった、あやばい、飛ばされるこれ。ギリギリ耐えましたね、危ない、アラジンだったら終わってたでしょ。ちょっとプレミったな、1個上でしたね。そうすればリンガットの 1.7 倍か、祭りの1枚返しでしたもんね。まあ皆さんはこういうの気をつけてください本番は。はーい、よろしくお願いします。ヒュプノスミラー、まあこういうのが多くなるんだろうな本戦では。まあ多分どちらも入ってる駒は似たり寄ったり、本当にね今回のカップ戦レパートリーが狭すぎるんで、いつも以上に同じデッキとしか当たらない気がするんですよね。僕の予想ですけど、特にね A ゴマなんかはね絶対変わらないこれ以上。シェムケリー、周年バイセ、アラジンとポリュとかサヤカら辺はね絶対変わらないと思いますね。って言ったらアイドルアンナプールナが出てきたんですけど、この駒ってコスト下がってるんですか。コスト下がってるんだったら入れようかと思うんですけど、なんか見た感じコスト下がってなかったような気がするんだけどな。まあいいでしょう。あーポリュが発動しなかった、不発だ。まあこれはねルイン対決なんで、まあ両方ともね変にヒュプノスを置きますというような感じで、とりあえず僕もヒュプノスを置いていく。で X に来るか、まあでもなー、シーズンマッチとかだったら X でもゴリゴリ削れていくんですけど、カップ戦はまあこんな感じですよね。しっかりとリポーズしてくるとやっぱり入ってますね意識。本当にねカップ戦とかこういうところでの意識強いと思うんですよね。回復しますか、本当にこういう回復系がマジで役に立つカップ戦は。あとあれですよね、窓巻きコラボのさやか、こういうカップ戦はね入るんですよ。さやかアラジンとかとつなげてね最後ダメージを出すっていうので、だからムーニアリーダーの人とか入れてると思うんですけど、僕は持ってない、早く再録してくれ頼むよ。
どうしよう。一応こっち打って、まあダフのコンボ強いですからね。アラジン引けた時にしっかりとダメージを出していけるっていうような感じで。で、ガトライズか。いや、コンボ毒痛いな。はい。買わず来てくれました。じゃあ買わずだからまあ。HP 回復を優先しますリポーズでね。でしっかりとここに置くことによって意識のコンボ2シーローハート10本でまあ返されるからそうだけど、まあ最低でもなんか1回コンボつなげば2000ぐらいのダメージは出せそうですね。おお、これなんだっけ、セラさんか、セラマスミさんの進化か。まあバイスを持ってるんで、ありシェムケリーから打つかラサスから打つか、とりあえずダメージを出していきたいんでこっちか。で次シェムケリー置いてかな。シェムってシェムってで、角に置いてくるか中に入ってくるか、それともセラさんとコンボするか。HP 的にはまだ半分切ってないのか。それなんだ、その罠はなんだ、わからないです僕には。まあシェムケリーを打つか。はい、発動するか。ポリュか、ポリュじゃないってことはさやか、さやかさんですか。やばいよ、特殊出せないよ、助けてイグナーツ。いや、しっかりとチャージされてますね。3000キチー、どうしようこれ。いやーもう特殊だ、いやーでもなー、どうしようもないなこれ。とりあえずダメージ出さないと飛んじゃうからな。どうだろう、発動するかな。おお、発動しない、しかも強っ。イシュケ2600出てましたよ、英語まで。破格でしょう、ライフバーストじゃないのにこんだけ出るって。ただそのマナゴマなんだ、レニアドとか入ってるんですかね、もしかして。それぐらいしかないでしょ、あとはフミヤナか。まあただこれシェムケリ効いてるんで、まあ多分イグナツとコンボされても大丈夫な気がするんですけど、どうですか。いくつ、おお耐えましたね。まあイグナツね、ちょっとねライフバーストが低いんですよね。確か2500でしたっけ。まあ3500ぐらいあって、まあ、3000ぐらいあってもいいと思うんですけどね。まああとは、まあ、バイスでポーンってやるだけで飛びます。2000なんでね。今度こそ発動するか。やっぱりしないですね。やっぱりレニアドか。はーい、テセラございました。じゃあ次行きまーす。はーい、テセラよろしくお願いします。トゥールラが入っております。お前このホスカップ戦でもトゥールラいんのかよって言ってもね、あの B ゴマ1枚入れればトゥールラ入れられちゃうんですよ。しかも体力2万7000あります。でプラス振ったりね、ちょっとね編成変えれば2万7400とか300ある人いっぱいいます。でトゥールラ以外にもね、キンマモンも23なんでね、トゥールラとキンマモン変えるっていう手もあるんですけど、まあダーシェがいるんでね、トゥールラかなっていうような感じですね。捨てます。温泉あるねで呪われたコマは捨てていきます。ドゥーガン、まあ、ドゥーガンも多分いないでしょう、そんなに本戦だったら。あるね、2枚目、またまた呪われちゃうぜ。まあ、今回はね多分ダーシ入ってるね編成の人も多いでしょう。これどうしようかな。あ、大きく打ちたいからこういくか。まあ、あるね弱いんでね、いけるっしょこれで。おお、ダブルオーラ、もしかしてアイシェですか。どうだろう、なんかバチバチのアイシェっぽい気がするけど、入るのかデューガンとアイシェって、わからん。どうしよう、とりあえずサヤカ置いときますか。罠ゴマ置いてね、特殊を出させないっていうような感じで。僕にも S ゴマくれませんか。そうダーシェとかトゥールラとかっていうか、いた、いたたたたた、めっちゃ攻めてくるやん。どうしよう。はい、お、罠ゴマ引いた。つなげちゃっていいか。ベルゼ3枚、ベルゼ
C 中ったらベルズ4枚返しだもんな。まあ捨てよ、捨てようじゃないや、返そうって。でこれでまあダメージは出せないでしょう。でやれてもね、ここで火力出したらね、危な、飛んじゃいますからね、お相手さんね。うん、カリマメイ。まあなんだかんだでね、カップ戦だとねたまに見るんですよ、カリマメイ。でも僕はこのトゥールラでね、回復しながらねダメージを出すと、まあそんな強さは見えないですけどね、この状態だったら。まあただ、勝てるっていうね。はーい、ありがとうございました。はーい、よろしくお願いします。うん、そのコマ何、ヘルビナ、これいつのコマでしたっけ。なんか見たことあるけどな、なんだろうこれ、いつのだ。とりあえずまあこれか。で次アラジン打ってっていうような感じで攻めていきますか。確か召喚用のコマですよね。これコスト下がってるのかな。まあとりあえず効果は、まあ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 っていう感じですね。さやかさん来ましたけど、まあとりあえず2枚返し打てるときに打っときますわ。で次トゥールラかな。やっぱり雑置きトゥールラが一番ですよ。 X 行きます、いいコマあったら。まあでも行かなくていっか。ただうん、案外全然ダメージを出されないんですよね。60敗以下になりたい。そうすればアラジンとコンボつなげるんですけど、まあでもアラジンとコンボして火力出るコマってね、テルートぐらいなんで引けるかどうですかね。その罠は何だい、踏み罠かい。まあトゥールラ置くんですけどね、ダメージ食らってもいいんで。はい、うん、全然違いましたね。まあポリとかサヤカとかでしょう。いやどうだろう、 X に来るか2枚返し来るか。まあアラジンコンボないから2枚か。そうだよな、うん、そうですよね、ないですからね。まあただリンガットはいい、ダメージ食らわないし、まあ僕ねそんなにアタッカーいないんで、アタッカー以外のコマも入ってるんでね、ダメージ出せますね。ってことで、倍勢いきます。うん、順調に削れてる。いや、やっぱトゥールラ強っ。何これ、適当に置いただけで適当に削れるんですが、そして僕全然ダメージ食らってないんですか。回復してアラジン打てんやん。これ僕アラジン打てんやん。うん、どうしよう。まあでも普通に行っててもいいか。はい、ガドライズ、うん、打っちゃって、で相手が盤面取りに来てアラジンに当ててきたらサヤカ置いて、で一回メルティシアに当ててかな。うん、まあでもガドライズと、まあそうきますよね。まあただ積む前、盤面取られる前に勝てそうですよね、こんだけ HP 下がったら。それでサヤカ置いて、特殊ダメージを出させなくしましょう。でヘルビナのまだ召喚されないの、7ターン。長すぎー。いやパンドラー、マジかーい。めっちゃ吸収されたんですけど、まあ、吸収されてもまだ6000も差があるのか。うん、一回大きくだな。でまあ一応ね、とこれで特殊出されれば1000回復する、800は回復されるけどね、1000ダメージでから1300ぐらい入るんですかね。うん、そう悩んでますね。特殊を出すか出さないか考えてるんでしょうか。受け持ち発動しないぞ。オッケー、ここで回復されないのでかいですね。でオーラが来る。まあダフネでも置いときますか。でまあダフネ取らないと相手次ダフネのコンボつながっちゃうし、うん、でこのヘルビナの召喚ゴマってなんだ、コンボライフバーストか、どうなんだろう、強いのかな。あー、つなげてきましたけど、まあ特殊です出るんで返せますよね。えぐヘルビナの召喚されたコンボの、ああコマのコンボえぐ、なんだこれ。まあいや勝てましたね、普通に。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦終わりました。まあまあまだ前哨戦なんでね、まあこんな感じですっていうような感じでね、簡単に説明っていうかね、紹介していきました。ってことで、まあとりあえずね、代替えっていうかね、代用になりそうなリーダーを紹介したいと思います。
まあ本命は吉野ですね。吉野の進化と投下、まあどっちもコスト下がってるんで、まあこれをリーダーにするかなーっていうような感じと、あと進化のトゥールラですね。まあコスト20だけど一応リーダーで使えるっていうような感じと、あとこれメイファ、まあチャージ特殊のアポロの代わりみたいな感じですね。まあこれもコスト20で使えるんでワンチャンありと。でまあ一応ね、神駒だけで編成するんだったら高畑千里姫の転結もありなんですが、まあ英語までね、くさびを生成できる駒とね、まあちょろっと足りないかなって、英語マがっていうような感じがしますね。であとまあダークホースネルガル、まあこれをねひっくり返しているキシュガルでダメージを与えていくっていうような感じで、まあ中身はヒュプノスとか、あのトゥールラの入ったムーニアの枠で入れるかっていうような感じですね。あとまあマタンにするんだったらパンドラとかも入るか使えるかなっていうような感じ。まあでもマタンだとね HP 下がっちゃうし、S もね1枚しか入らないからっていうような感じもしますが、はい、あんまりマタンは使わない気がしますね。まああとディミオスですね、まあ、なんだかんだで、ね、あの毒の駒がね結構ねコスト下がってるんで、まあ使えるっちゃ使えるっていうような感じですね。まあただまあこれもねディミオスもねあのマタンなんで言わずもがな、 HP がね下がっちゃうんで、うん、そこがネックですねっていうような感じで、まあ他にもね代用できる子もあると思いますが、こんな感じかなっていう感じ。まあ吉野とかが多いんじゃないですかね。吉野、ムーニア、ヒプノス、ここら辺が僕は多いと思います今回。まああとはね、まあ鬼滅コラボのキャラがもしかしたらね下がってるかもしれないし、新リーダーとして出てくるかもしれないんでね、そこは楽しみに待ってましょう。ということで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではさよなら。